今回はポップスやロック系の楽曲で展開感や余興のあるアレンジを行うためにドラムの打ち込みで確認すべき5つのポイントをご紹介していきたいと思います。アレンジについてよくいただくご質問の中に、楽曲に抑揚がつけられない、サビの盛り上がりが足りなく感じてしまうといったものや、また予定調和で引っかかりがなく面白みに欠ける印象になってしまうといったものがありますが、同じような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。このような問題を解消しようとしたとき、トラック数を増やしてみたり、上物をより賑やかにすることに着目しがちですが、楽曲の伴奏部分に手を加えた方がより良い結果になることも多いです。ここではその伴奏の柱になるドラムに的を絞り、アレンジに動きをつける5つのポイントをご紹介していきたいと思います。動画内で使用するドラム音源には、弊社人気の DTM 製品アンケートで最も使用者が多かったドラム音源のアディクティブドラムを使用していきます。今回の動画内でもこのアディクティブドラムにプリセットされたドラムパターンをベースに使用していきますので、製品が気になった方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。まずはじめに今回用意したデモトラックを聞いてみてください。 B メロからサビにかけたトラックになりますが、一つ目はドラムにほとんど変化のないもの、もう一つがこれからお伝えする内容を取り入れてドラムに動きをつけたものです。ドラム以外のトラックの内容は全て同じですが、楽曲全体の印象が大きく変わっていることがお分かりいただけるかなと思います。現在はドラムだけが違う状態ですが、実際のアレンジではドラムを変更した後には連動してベースのトラック、それに続いてコードバッキング系のトラックなども連動させることが求められますので、楽曲が仕上がった時にはさらに抑揚と変化が加わります。ここから初めに聴いていただいた同じようなパターンを繰り返したドラムトラックから、ステップごとに徐々に変化を加えていきたいと思います。ドラムアレンジのポイント、ステップ1はフィルを入れるになります。ご存知の方も多いと思いますが、フィルとはフィルインとも呼ばれ、反復して演奏した内容に変化を加え、セクション感、例えば A メロ、B メロ感や A メロの前半と後半などのセクション感をスムーズにつなげる目的で使用します。ここではデモ楽曲の B メロとサビの間にフィルを入れて、楽曲がどのように変化をするのか、その効果を確認していきたいと思います。現在選択中の箇所が B メロになりますので、サビの直前をこのように省略して、こちらにフィルを入れていきたいと思います。フィルのドラムパターンはアディクティブドラムに含まれるこちらのパターンを使用していきたいと思います。このようにドラッグを行うだけで簡単に差し込むことができます。フィルの箇所は分かりやすいように今回は色をつけておきましょう。元の状態とこのフィルを差し込んだもので一度聴き比べをしてみましょう。フィルを差し込んだ際、急なリズムの変化に違和感を感じる場合は、フィルの直前できっかけを用意することで、流れをスムーズに聞かせることができます。今回はハイハットをですね、徐々に開いていく定番の奏法に切り替えてみたいと思います。このハイハットの音を後半に向けて、徐々に開きを大きくしていきます。一度聞いてみると、またこのように勢いが徐々に強くなるようなニュアンスを加えた場合はリズムが切り替わる、今回で言うとこのフィルの頭の部分でクラッシュシンバルなどを打っておくとよりスムーズな流れを作ることができます。また徐々にハイハットを開いていくパターンの他には、この4拍目の部分にですね、クラッシュシンバルを追加するということもよく行われます。
この他にも設置したフィルに対してさらにフィルを追加するというパターンもあります。試しに一拍間で短いフィルを入れてみましょう。こちらで聞いてみるとこのようになります。ドラムアレンジのポイント、ステップ2は、フィルの長さに注目するです。フィルは変化を加えるために使用されるものではありますが、似たようなニュアンスのものを何度も繰り返し使用してしまうと、意外性に欠け躍動感を感じられにくくなります。ですので、場面によって1小節だったり、2拍だったりと、フィルの長さにバリエーションを加えることが重要です。先ほどは B メロとサビの間でフィルを作りましたが、ここでは新たにサビの折り返し部分、この中間の直前でフィルを入力していきたいと思います。B メロ終わりのフィルは1小節間ありましたので、ここではバリエーションを持たせるために2拍のフィルを入れていきます。再びアディクティブドラムのパターンを使っていきたいと思います。今回はこちらのフィルを使用していきます。こちらをドラッグして入れていきますが、今回は2拍のみ使用していきたいと思いますので、読み込んだフィルの中から前半をカットし、後半部分のみを貼り付けていきたいと思います。はい、こちらで聞いてみましょう。ドラムフィルの基本としてはこのように曲調が大きく変わる直前では長めのフィル、逆に変化が少ない場面では短めのフィルを使用すると自然な流れを作ることができます。もう一つサビの終わりにもフィルを入れたいと思いますが、こちらもサビから間奏へと曲調が大きく変化するポイントになりますので、基本としては長めのフィルを用意します。今回はこちらのフィルを使っていきたいと思います。同様の手順で直接 DAW 側にドラッグを押してインポートしていきます。一度こちらも聞いてみましょう。新しくはめ込んだフィルの後ろ半分はこのままでもいいと思いますが、前半は少し内容を変えたいと思いますので、まあ、こういった場合はですね、違うフィルを2つ結合して1つのフィルで聴かせることも可能です。ここではこの別のフィルをインポートして、前半部分を残して、このフィルに結合していきましょう。このように場面場面で異なる長さ、また異なるタイプのフィルを使用すると、単調なアレンジのイメージを大きく改善することができます。ドラムアレンジのポイント、ステップ3は、セクションごとにパターンを変えるです。A メロや B メロ、サビといったセクションごとに、それぞれ別のパターンを使用することも、楽曲の展開感を演出する上で大きなポイントになります。ここでは、ポップス、ロックでよく聞かれるような、定番のパターンもいくつかご紹介していきたいと思います。一つ目にご紹介するのは、ハーフビートで、これはテンポを半分に落としたリズムパターンを指します。このようにスピード感を落とすという効果があり、元のパターンに復帰した時にはスピード感を高めてくれるといった効果があります。ここでは B メロをハーフビートにして、サビでより勢いを感じさせるようなニュアンスにしたいと思います。ここでもアディクティブドラムのパターンより、こちらを使用していきたいと思います。少しラウドすぎる感じもしますので、刻みで使用されているこのシンバルの音をハイハットオープンに変えていきたいと思います。また少しノリが大きすぎる気がしますので、こちらもですね、キックを入れる箇所も少し動かしてみたいと思います。ハーフビートの次はアクセントをずらしたパターンというのをご紹介していきたいと思います。一度一番最初の状態にドラムパターンを戻して、ここからアクセントをずらしていきたいと思います。現在のドラムパターンにおけるアクセントは、スネアが入っている2拍目、4拍目の頭になりますので、この2拍目のアクセントをずらしていきましょう。このように16分音符分前に移動しました。ただし、ここはもともとキックが打ち込まれている部分ですので、
キックとスネアが同時にならないようにキックの音を削除していきます。で、2小節以降も同様の形で変更を行います。こちらで一度聞いてみましょう。打ち込み内容の違いとしてはごくわずかなものではありますが、これだけでもセクションごとのリズムの印象を変えることができます。次にご紹介するのは四つ打ちと言われるもので、ダンスミュージックなどで多く使用される定番パターンです。アディクティブドラムを使ってイメージしているドラムパターンを探す場合は、こちらのグリッドサーチと言われる機能を使うと目的のものをすぐに見つけることができます。今回の四つ打ちはキックのリズムが各拍の頭に置かれますので、このように4マスに1回ずつキックが入る旨を指定してあげれば、数あるパターンの中からこの条件を満たしたパターンのみが表示される形になります。はい、では今回はこちらを使用してみたいと思います。ここでは B メロではなくサビにこの4つ打ちのパターンを貼り付けて、楽曲にどのような違いが出るのかを聞いてみたいと思います。少し長めのフレーズになっていますので、フィルに重なる部分の長さをカットしてドラムに貼り付けましょう。はい、こちらで一度聴いてみましょう。四つ打ちのリズムはシンプルかつ踊りやすい印象なので、サビがよりキャッチーに感じられます。これらの他にもドラムのパターンは無数に存在し、どれをどの場面で使用するかはその楽曲の個性を決める大切な要素です。楽曲制作でパターンを選ぶ場合は、使用するドラム音源にこのようなパターンが付属している場合は、いろいろなものを組み合わせて試してみると良いでしょう。ドラムアレンジのポイント、ステップ4はセクション内でパターンを変えるです。先ほどのようにセクションごとにパターンを変化させることで楽曲に流れを作ることができますが、同じセクション内であってもパターンを変化させることで同様の効果が得られます。まずはスネアを拍の頭に置いたパターンをご紹介いたします。四つ打ち同様に拍の頭にアクセントを置きますが、キックとはニュアンスの違うパターンです。このパターンを B メロの後半部分で使用してみたいと思います。はい、少しベロシティが弱いので、こちらを全体的に強く打たれるように設定していきましょう。また現在ではハイハットがチキ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 と16ボンプで細かく刻まれているので、こちらを楽曲の前後に合わせる形で8ボンプで刻むように不要なノートを抜いていきます。こちらで聞いてみましょう。このようにより細かな単位でパターンが切り替わることで、楽曲がさらに賑やかな印象になります。次にご紹介するパターンは、1小節を3対3対2で分割するパターンになります。この1小節の区間を8ボンプで分割するならば、このように3つで太回りのフレーズを2回、そして2つ分のフレーズを入れるという形になります。一度ドラムだけで聞いてみるとこのようになります。こちらもアディクティブドラムのグリッドサーチを使ってパターンを検索していきましょう。1小節の中、スネアを3対3対2になるように、はい、スネアを入力しますと該当するパターンが出てきます。今回はこちらのフレーズを使用してみたいと思います。一度この状態で聞いてみましょう。はい、少し手数が多い気がしますので、不要な部分を取り除いていきましょう。こちらも先ほどご紹介したアクセントをずらしたパターンの派生形とも言えますが、ポップス、ロック系ドラムではよく使用されるパターンですので、個別に覚えていただければと思います。次にご紹介するのは、スネアやフロアタムなどでクレッシェンドを行うパターンです。分類としては長いフィルとして考えることもできますが、ここではドラムパターンとしてご紹介します。
今回はスネアの16分のパターンを使用していきたいと思います。ドラムアレンジのポイント、ステップ5は他のパートと連動するです。ドラムをメロディーや他のパートと部分的にリズムを合わせ変化を加えるというテクニックですが、ここまでご紹介してきたものとはまた一味違う動きを与えることができます。まずはじめにメロディーと連動させてみましょう。メロディーの中で強調させる部分を探していきます。Bメロ最後のこのタンタタンタタンタン、このフレーズを強調したいと思いますので、同じアクセントをドラムに与えていきたいと思います。アディクティブドラムのフィルパターンから同じアクセントを持つパターンを探してみましたが、メロディーの持つアクセントとプリセットされたドラムのパターン全てが一致するものを見つけることは難しいです。この場合は手動でリズムを打ち込む必要がありますが、キック、スネア、タムを使ってメロディーのリズムの中のアクセント部分を入力していきます。今回ですとタンタタンタタンタンの中でタン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 、こちらの音符ですね。ここはアクセントではなく長い音符の部分をアクセントとしてみなします。キック、スネア、最後はタムを入れていきましょう。今回はキックとスネアのみでアクセントを埋めてみました。で、残りの隙間にはタムを入れていきたいと思います。はい、このような形で入力してみました。あとはハイハットやシンバルなどの金物系を埋めていきたいと思います。アクセントの部分には一度クラッシュシンバルを入れてみましょう。クラッシュシンバルばかりでアクセントを補うと少し単調に感じられますので、ハイハットオープンも使っていきたいと思います。はい、後半部分のこちらはこれまで同様フィルを埋めていきたいと思います。200のフィルでいいものがないか探していきます。ここではこちらのパターンを使用してみたいと思います。一度トラックを行い、前半部分の不要な箇所をカットした上で貼り付けていきます。2つのトラックのリズムが合わさることで、よりメロディーを引き立てることができます。この方法は、ここ1番で印象的にメロディーを聴かせたい場面で使用すると良いでしょう。他トラックとの連動で、もう一つお伝えしたいのが、キメを作るになります。バンドアンサンブル全体でリズムを合わせて演奏することをキメと言います。アレンジの中で最も強くリズムを強調したい場面で使うと、その箇所に強い印象を残すことができます。ただしこちらはドラムのみのポイントではなく、他トラックも一緒に調整を行う必要があります。今回は B メロ終わり、現在はフィルを入れているこの2拍の区間でキメを作っていきたいと思います。はい、今回はこのようなリズムにしました。一度聴いてみましょう。ダンダンダンというリズムですね。こちらはドラムだけではなくて全体で同じリズムを演奏しなければいけないので、他のパートについても同じリズムで演奏させます。打ち込みを行いましたので、ドラム以外のベース、ギター、ピアノの3トラックを聴いてみましょう。ダンダッダッとドラムと全く同じリズムになっています。楽曲全体で聴いてみましょう。ドラム単体でフィルを行うよりもよりリズムの印象が強く感じられるかと思います。ここからは番外編としてその他のパターンを2つご紹介していきます。1つ目にご紹介するのは出だしのフィルになります。
ここまでもフィルは使用してきましたが、そのどれもがドラムパターンが切り替わる直前での使用になります。ここでお伝えするのは、フィルを次のセクションへとつなぐための役割ではなく、セクションやパターンが変わる直後に使用するというものです。今回はサビの折り返し部分でパターンを変え、そのパターンを変えたタイミングでフィルを入れていきたいと思います。このようなシンプルなフィルを入れてみました。楽曲で聴いてみましょう。予想外の箇所でフィルが入ることで意表がつかれたような感じがしますが、同じパターンが繰り返し使用されていて、少し変化が欲しい時などに使用するととても効果的です。またフィルから元のパターンに戻る時には、この戻ったパターンの一番頭の音がアクセントになりますので、こちらもクラッシュシンバルなどを入れておくと良いと思います。そして最後にご紹介するのがドラムのブレイクになります。ブレイクとは一時的に音を止めるテクニックを指すもので、あえてドラムを鳴らさないという選択肢もアレンジにメリハリを生みます。ここでは先ほどメロディーとリズムを連動させたこの箇所でブレイクを行ってみたいと思いますので、一度ドラムの音を止めます。この状態で聞いてみましょう。ブレイクの効果をより高めるためには、ドラム以外のパートも音を止める必要があります。試しにメロディー以外すべての音を止めてみましょう。この状態で聞いてみましょう。ブレイク終わりは、キメよりもフィルの方がマッチしそうですね。こちらも変えて最後に聞いてみましょう。このブレイクも印象としてはかなり意表をつくような効果がありますので、ここ一番といった箇所で使用されると良いと思います。最後に各パターンを好みの順に配置したり、ドラムフィルなど細かなニュアンスを調整したトラックを聴いてみてください。ドラムの内容が変わるだけで楽曲の印象も大きく変えることができます。はい、ここまで様々な内容をご紹介してきましたが、その全てが一曲の中で必ず必要とされるというわけではありません。楽曲にとって、そして自分の好みにとってどのような手法がマッチするのか、様々なパターンをお試しいただければと思います。また気に入ったパターンや手法があったとしても、一曲の中で同じものが何度も繰り返されてしまうとすごく感じられてしまいますので、今回の動画のコンセプトである楽曲に多彩なバリエーションを与えることを意識して制作に活用していただければと思います。この動画の内容が参考になった、またはもっとこういったことを動画にしてほしいなどコメントの方いただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。